空の青空は日本の女性アイドル、アルカナプロジェクト及び電波組、インクのメンバー、ニックネームは、あ、おにゃんアルカナプロジェクト加入以前からソロアイドルとして北陸、東京、名古屋を中心に全国的に活動を展開している。キャッチフレーズは北陸の青い水星、あおにゃんこと、 空の青空、オタクという名の戦士たちに愛と癒しを届けるため、今日もついたちぼんぼります。趣味は、引きこもること、お昼寝、ネットショッピング、戦場の絆、ガンプラ作り、インテリア。新世紀バヴァンゲリオン、機動戦士、ガンダムシリーズと、名探偵、コナンの大ファン。毎年3月9日に、一人きりでザク祭りを開催するほど、ザクー会が好き。 おししとは、ラミエル。アーケードゲーム、機動戦士ガンダム戦場の絆では独自の正体、青猫特務部隊を作るほど打ち込んでおり、2017年12月には、機動戦士、ガンダム戦場の絆第07イタクラ正体、客衆のイタクラ正体に出撃を果たし、2018年4月からは、ガンダムワールド2018インタカオカ公式の宣言レポーターに就任。 2018年8月からは、アップバンク招待として、アップバンクと、機動戦士ガンダム戦場の絆との、定期コラボ企画に参画。階級は、中佐、愛機は、ザクツー改め。アニメ及び、ユリ作品が好きで、月刊アニメデル TV 等のトークイベントでは、その熱狂ぶりを垣間見ることができる。鳥類とりわけインコ類が好きと公言しており、2019年10月より、 オカメインコの飼育を開始して念願を果たす。インコの保護カフェ経営が最終的な野望とのこと。アイドル活動と並行してコスプレイヤーとしてコミックマーケットへのサークル参加を2019年夏より開始している。ソロアイドル活動の傍ら2020年1月よりボーカルユニットアルカナプロジェクトに加入。2021年2月には電波組、インクにも加入。 両グループと兼任している。空の青空は1996年10月16日に生まれた。出身地はサイドあるいは富山県とされている。小さい頃からアニメやアイドルという文化が身近にある環境で暮らしていた。中学校時代はアニメオタクではあったものの、はつらつとした性格で身体操部の部長や学級委員も務めたが、 高校入学後環境の変化や自分はこうじゃなくちゃいけないというプレッシャーなどにより引きこもりがちになり高校を中退することとなったその後精神科に通おうと決心し電話をかけたところ予約はいらないですよと言われたことで気持ちが軽くなり結局精神科に行くことなくカレー屋でのアルバイトにおける良好な人間関係の中で精神状態を回復させることができたと振り返っている その中で、アニソンやアニメに関わる、お仕事がしたいと思うようになり、アイドルとしてのデビューへとつながっていった、過去の出演歴関連団体その他、ありがとうございます。